沢下部は松本秀吉による日本の漫画作品。仲良しにて2011年1月号から2017年1月号まで連載。高校を舞台に女子高生たちが部活動としてサバイバルゲームに興じるギャグ漫画である。単行本は全13巻が刊行されている。2014年7月より9月までテレビアニメが放送された。これを記念して、同じく講談社のモーニング2014年32号及び週刊少年マガジン2014年34号に出張版が掲載されている。五道学園高校に転校した女子高校生、園川桃花は、その初日、電車内で痴漢行為を働こうとした男に絡まれるが、同じ高校の先輩、大鳥美光に助けられる。実は彼女は、サバイバルゲーム部という部活の部長で、桃花を大変気に入って無理やり部に加入させた。かくして、桃花は、サバイバルゲームに明け暮れる日々を送ることになる、かと思いきや、実際には、サバイバルゲームそっちのけでバカなことをやらかすサバゲ部の面々に振り回されるのだった。第4巻以降は本編に加え、4コマ漫画バージョンとなる、サバ4を収録している。同じく4コマ漫画、サバゲ部。外伝は、鴨の橋との暮らし方として、第3巻と第6巻に、週刊少年マガジン、モーニング掲載の出張版は、第8巻にそれぞれ収録している。2013年9月3日にテレビアニメ化が発表され、2014年7月より9月まで放送された。三つどもえ、ゆるゆり、琴浦さん。恋愛ラボに一貫して関わってきた、監督の太田雅彦、副監督の大熊康生、シリーズ構成の青島隆、音楽の三沢康弘などに加え、本作ではアームスが親会社のスタジオピエロ名義でアニメーション制作を担当しており、エンディングアニメーション作画監督を担当した宮沢努などアームスの関係者も実名で参加している。また、エフェクト監修として、同職で知られるアニメーターの橋本隆氏、重機、装備監修としてイカロス出版の MC やくしずなどで知られるイラストレーターの大藤玲一郎、重機監修協力としてホビージャパンの月刊アームズマガジン編集部がそれぞれクレジットされている。ナレーションは俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーの吹き替えを務めている源田鉄章が担当しており、作中にもシュワルツェネッガーが出演した映画のオマージュが盛り込まれている。また、このナレーションは、作中のサバゲ描写のいい加減さのフォローや、発砲による出血描写が登場人物たちの妄想によるものであることの強調も担っている。太田は、本作以前での作品実績から女子ものの作品を依頼されることに考えるところがあったが、本作については少女漫画でサバゲという内容がいつかアクションものをやりたいと思っていた太田の思考と合致し依頼を快諾した。そのため本編にはシュワルツェネッガー映画以外のアクション映画のオマージュも多く盛り込まれている。なお、主人公の桃花が原作以上に腹黒い外道と化すシーンが描かれたり、物語の舞台となる五道学園高校が原作では2年前に共学化されたばかりで、男子生徒の少ない元女子校なのに対して、テレビアニメ版では女子校となっているが、こういった設定変更については太田が本作を BD 購入者への深夜アニメとして、原作を壊さない範囲で調整し、視聴者の年齢層を上げようと考えた結果である。本作が太田との初仕事となる、キャラクターデザインの工藤正文についても、彼の絵に、コンペで惹かれるものを感じた太田による起用である。基本的に原作同様のギャグ要素が内容の大半を占めるが、高校の設定変更もあって、男性ゲストキャラクターのほとんどが登場せず、少女漫画的な恋愛要素はほとんどカットされている。また、アニメオリジナルのものも織り交ぜられているほか、第7話 A パートでは、農作物を食い荒らす野生動物による食害や、それを防ごうと奮闘する漁師の高齢化による減少などの社会問題を取り上げたシリアスな内容も描かれている。なお、同話の脚本を担当した河野孝光は大日本猟友会の会員にして、東京都猟友会武蔵村山地区に所属しており、取材協力として大日本猟友会以外にも、東京都猟友会武蔵村山地区長や、サッチ小銃器製作所立川店長がクレジットされている。また、第12話 B パートでは、講談社の本社ビル26階のレセプションホールが実写で登場し、備考によって同社社長や仲良し連載作家陣のことが挙げられるなど、メタフィクション調のギャグも盛り込まれている。2014年3月23日にアニメジャパン2014のオープンステージでスペシャルトークショーが開催され、同年3月22日に発表された主要声優陣5人に加えて、鴨の着ぐるみが登壇した。また、同年6月28日には、スペース FS 汐留で、第1話の先行上映イベント、TV アニメ、サバゲ部。7月まで待てない。出来たて第1話をみんなで見ようの会が開催され、こちらにも主要声優陣5人に加えて、鴨の着ぐるみが登壇した。放送終了から5ヶ月後の2015年2月15日には、舞浜アンフィシアターでイベントサバゲ部ゲスカワガールズジャパンツアー2015ファイナルが開催され、主要声優陣5人に加えて、鴨の着ぐるみ、イスルギ弥生役の松井絵里子、唐揚げレモン役の新井聡太、ナレーションの源田鉄章が登壇した。BDCD 放送局。ありがとうございます。